はい、高一チャンネルです。本日2日目夕方まで、夜は夜でね、まだ切ってあるんですけどもね、これ 前半と後半でね、アメリカンビレッジ、沖縄チャタンスパリゾートですね、レクーということでね、本日泊まってるホテルがこれ、アメリカンビレッジですね、こう村みたいになっとんですね。これ本日はここから糸満琉球ガラス村へ行ってみたいと思います。はい、アメリカンビレッジですね。これいつも観覧車綺麗に映っとったんですけどね、ピタッと止まっておる次第でございます。ではレッツゴーですね。琉球ガラス村ですね。ちょっと分かりにくいけど、こんな縦看板がございますね。こうやって、まあ、そんなに大きくないんですけどね、綺麗な感じでこう、いろいろお店もありますね。これ綺麗ですね、シーサーね、並んでて。で、ガラス工房やね、予約しておくと、作らせてもらったりね、できる。もちろん、沖縄のメーカーのガラスですね、まあ、輪島塗りとか、北陸の方とかいろいろありますけど、まあ、沖縄の名産物でもございます。はい、店舗はですね、空港から車で約30分ほどですね、那覇インターからは車で40分ということでね、ガラスと陶器の専門店でね、ハンドメイドの入れとりどりのカルチャーランドでもございます。工場なんかも見学できますね。いろいろ、まあ、ガラスについての研究室などもございました。ここですね、ガラスを作らせてもらえるところはね、ちょっと時間帯も決まっておる次第でございましたよ。はい、これは写真撮れます。これね、入っていきますよね。3、4軒ショップがございますね。ここは一番美しい写真スポットでもございますね。ここで、座って、並んで写真を撮るのもよしでございます。はい、ではね、ここ展示室だけではございませんね。なんといろんなガラスにも先生がおらっしゃいますね。先生だらけでございました。で、いろんなね、外国のガラス陶芸家の方もね、乗ってたりとかね、いろいろ様々なガラスがあるんですよね。で、ガラスって安いと皆さん思いますけどもね、うん十万しましょう。うん十万です。はい、ってことでね、これ本当自分で作って帰って同じ形ができたらね、いいんですけど、まあガラス工房ではね、飲むカップぐらいなのみになってるみたいですけどね、ここまで行くにはやっぱりね、相当の腕前が得られるみたいですよ。てるわけでね、この辺はやっぱり高いですね。この戸棚に入れてあるガラスなのかはね、やっぱり本当マニアックの人が買うんでしょうね。これでもマニアックになっていると思うんですけどね、すごい綺麗だね。骨董品扱いですね。もうこの辺は一般雑貨物みたいにずらーっと並べてあるところはね、あれですけどね、僕もこの後ガラスを買いに行こうと思ってね、ずっと探しとったんですけどね、ここで買うとね、もう一個下のショップ行ったらね、
ちょっと寒いですけどね、今冬場行ったらね、風ビュービュー吹きながら売ってるおばちゃんところの方がまだリーズナブルで安いですね。こっちはこっちでまた安いのもありますけど、まあとりあえずこれショップ案内です。ジャングルへ向かいます。はい、では琉球のねガラス村の一番下のショップにやってまいりました。これ奥レストランなんですけどね、これここでも最終行き止まりですね。まあそんなに大してでかいことはないんですけどね、ここです、ここです、ここが一番リーズナブルですけどね。まあ僕ここで平気で琉球ガラス買うて行ったんですけどね、僕買うたのは2800円で鱗みたいなかっこいいやつ買うたんですけど、この後なんと風が吹いてね、ガラスがコロ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 ーンと転がってきたんですけど、まあそのシーンまでは撮れませんでしたね。さすがにびっくりしてしもうて、ということでね、はい、というわけでこれが駐車場でございます。はい、私が買ったコップです。これ渋いでしょう。なんかこれガラスに見えますか？クエスチョン。ってなわけでね、やっぱりアメリカンビレッジに戻ってまいりました。はい、食事とかね、糸満の方のガラス村にも取ろう思ったんですけどね、なんか閉まってましたね、まだ。ってことでね、こちら、またアメリカンビレッジに戻って、本通りみたいなところを歩いてね、ちょっとパンケーキみたいなのをポロッと食いたいんでね、ちょっと探しに行こうと思ってます。はい、これがね私泊まってるどうやらメイン通りみたいになってますね。両サイドちょうど気持ちいいですね。デポアイランドボードウォーク方面でございます。でね、このまままっすぐ行くとね、ユーサンディ広場とかね、まあ行ったらわかりますけどもね、これがメイン通りですね。非常にアメリカンチックでもございます。いやいいですね。でもこういった建物ね、覚えたら面白いでしょうけどね、かなり初めて来たので、覚えの、日本のやっぱ建物とね、覚えにくさが違いますね。まあまあまあ、わかりやすい人はわかりやすいでしょうけどね、非常にかっこいい建物でございますね。はい。ここね、非常に綺麗でございます。なんせ、芸術的でございます。この後ね、この台とかね、今見えてましたけどもね、写真を撮ろうもで必死になってね、この先端に行こうと思って、これ今行ってる途中でございます、これ。オーシャンビューでございます、これ。これは映画のワンシーンのように、これやっぱすごいですね、この建物。はいはい。もう、感動です。ヒューヒュー。はい、両方素晴らしい景色ですね。これを一望あれでございます。軽石は流れてきておりません。ベッセルホテルですね。別ですね、また。レクーと一緒のあれでみたいですけどね。カンパーナなってますね。これ一中で。駐車場は結構渋いですね、やっぱりね。これもアメリカンチックを逃しませんね。はい、この辺ぐらいはですね、アメリカのムードはバリバリなのもね、もうほんまバリバリのバリバリでございました。ではね、この先ね、ちょっといろいろカメラだけ回していきますんでね、いろんなショップがございます。これもね、やっぱりね、現地行ってね、自分で探してね、行くのも楽しみの一つでございますね。パンフレットなんか見てたらね、結構行きやすい状態にもなっております。ただパンフレット持ってへんかったらね、結構クリスマスツリーだらけで、店迷子なりそうになってましたね。
肉がステーキ、耳が見えてます。はい、クリマックスコーヒー、お食事でございます。はい、もうね、ここのクリマックスカフェはね、なんとベランダに出て、お食事ができます。はい、今日はこの辺ぐらいからね、もうヒルトンの辺ですね、ホテルサイド裏ね、だいぶやっぱりヒルトンの裏は落ち着いた、あ、大人のムードが漂っている次第でございます。はい、こんな風にね、階段に座ったりとかね、自由に夏場でしたらね、日向ごっこもできるでしょうね、日焼けとかね、非常に良い景色でございるです。ちなみに2x2 ヒルトン、バイヒルトンかなんかでしたよ、確か。私の泊まってるとこじゃありませんけどね。また次回よろしくですよ。